パリ五輪は現地7月28日、柔道競技2日目が行われ、女子52キロ級では五輪に連覇を狙う日本の阿部詩がまさかの2回戦敗退を喫した。1回戦を大外刈りで一本勝ちした阿部は2回戦で、世界ランク1位のウズベキスタンのディオラケルディオロワと退治。開始2分15秒で内股で技ありを取ったが、3分過ぎに間合いを詰められて小外刈りで一本負け。 連覇の夢がついえた試合後畳を下りた安倍は声を上げて号泣しばらくコーチの胸で泣きフランスの観客も安倍を励ますコールを行うなど騒然となった。